ですね。はい、皆さんこんにちは、岡本一郎です。2021年6月16日になりましたね。こちらは今ね、まあ長い休憩時間が、これから長い休憩時間、4時間半ぐらいの、ね、休憩がたまにこうやってあるんですよ。今までは金曜日にそれが回ってきたんだけど、今度からね、高級曜日が変わって日曜休みになったらですね、今度からこの長い休憩が水曜日に来ることになるのかな、定期的に。なんで、まあ、今日水曜日こういった長い休憩時間、まあ、ちょっとね、まあ、休憩時間にちょっと遠くまで足を、遠くっていう、まあ、そんなに遠くでもないんだけど、まあ、ここ、まあ、感覚的にはね、新潟市内からだと遠いイメージはあるんですけど、ここはね、新潟県柴田市ですね。柴田、城下町ですね。柴田まで来ましたよ。まあ、黒崎インターからね、こう新潟バイパス、新進バイパスっていうのかな、に乗って、なんと20分ぐらいで着いちゃうんですよ。まあすごい便利なね、道路。まあ帰り、たまにね、混雑する時があるんでね、そういった時はね、まあ、時間かかっちゃうんですけど、今順調で、ほんと20分ぐらいですね。20分ちょい、ここまで来ちゃいます。柴田の街並みもね、なかなか結構、まあ、なんだろうな、まあ、結構栄えてるというか、ね、結構何でもありますね。城下町、柴田城なんかもね、また見に行きたいんだけど、今日はね、目的がね、柴田あやめ祭りっていうね、のね、6月9日から23日までの間やってるみたいなんでね、まあ、僕最近ね、花を見るのが割と好きなんで、これからね、行ってみたいと思います。この辺だったかな、近づいてきましたね。この辺はまあね、あの街、柴田の街中からはちょっと離れてる感じだね。だけど新潟市内、まあ、黒崎からぐらいあたりからね、西区のあたりからスタートして30分ちょいぐらいで着いちゃう感じかな。こちらになりますね。行ってみよう。久しぶりに来たなあ。今日もね、すっごいいい天気ですよ。最高に晴れてていい天気。この辺止めようか。広い駐車場があるんでね、車問題なく止められます。はい、こちらですね。なんて読むか分かる、いやいや、振り仮名振ってあったね。はい、いじみの公園ってね、これ読めないよね。いじみの公園って言います。これからね、あやめ祭り行ってみたいと思います。はい、いやー、いい天気だね。そしてそんななんかものすごい暑いって感じでもなく、すがすがしい気候。そしてさすが公園っていうだけあって、こういった遊具がね、かなり大掛かりな遊具がねありますね。子供たちが遊んでますね。広いですよ、めっちゃ。久しぶりに来た、10年ぶりぐらいに来たかな。さすがにね、あやめ祭りっていうね、まあ、イベントをやってるだけあって、車かなり止まってますね。順路はどこなんだかちょっとわかんない。前にね、一回来たことあるんだけど、もう忘れちゃったな。こちらがですね、いじみの公園の地図ですね。今現在地、ザリガニ池、まあ、マスガタとかザリガニ池とかね、まあ、水も池みたいな、こうね、湖みたいなのもある。あやめ園はそのさらに上ですね。結構上の方に歩いていかなきゃいけないかもしれない。まあ、かなり広いですね。行ってみます。この今看板の裏なんかも、ブランコだとか、ちょっと遊具ね、滑り台みたいな小さい子向けのものがあります。この辺はね、芝生になっていて、とてもいい感じ。あっちなのかな？はい、いい雰囲気ですね。ね、水が豊富で、そこ入り口になるのかな？森林館って書いてある。ここが森林館、定食喫茶ですね。何でもあるよ。かけそば、うどん、冷やしそば、ローストビーフ丼、中華そば、焼きそば、ポテトフライ、フランクフルト、こんにゃく、コーヒー、パフェとかもあるし、何でもありますね。気になるね。お弁当食べたばっかりだけど。そして6月20日日曜日にね、ライブあるみたいですね。あつこさん、リーブルさん、コルク2さんとか、まあね、なんか13番長さんとかね、まあなかなかいいですね。僕オファーなかったですね、残念ながら。いいですね、いい雰囲気、ログハウスみたいな感じ。はい、ここがマス型っていう感じ。広い、結構な大きな池。鯉とかはまあいるんだろうね、多分ね。見た感じわかんないけど、あやめ園まっすぐですね。結構ね、確かね、たくさん歩かなきゃなんだったような気がする。いや、ここいいね。ここでちょっとお食事したいぐらいなんだけど、さくらんぼ売ってるって。ちょっと見てこよう。
ほら、佐藤錦。へえ、うまそう。600円。結構安いんじゃない？それでも。いい雰囲気ですね。この感じ。でね、お祭りだけにね、こうね、なんていうの？ぼんぼり？灯籠？こんな感じのやつがね、立ってます。夜になったらすごい綺麗なんだろうね。夜来たいぐらいですね。ちょっと遠いけど。なんかすごいいい雰囲気ですね。まあ天気がいいからってのもあるだろうけど、こう広いね湖なんだけども、途中そこね、なんかなんだろう、島じゃないけどね、そこら辺はこう陸になってて、まあ行けるわけじゃないんだけども、まあこの辺もちょっとなんか沼地みたいな感じになってる雰囲気ですね。そしてこの沼地の中もね、かつては行けたみたい。そのほら木道っていうの、木道っていうのかな、ほらあの木のね道がね設置されてて行けるようになってたっぽいんだけど、今はね立ち入り禁止になってますね。多分ね、木がもう腐ってきてて危ないんだろうね。残念ですね。水芭蕉とかも咲きそう、見えてきましたね。まあ5分ぐらい歩く感じかな。5分ぐらいこうなんだろう、上に向かってね、あの池沿いを歩く感じ、すげえ綺麗ですよこれ。ここだけじゃなくて、このさらに上のホームにもね、結構な広い範囲でアヤメがいっぱい咲いてますね。かなり見応えがあると思う。行ってみます。はい、かなりいい時に来れたかもしれないですよ。本日は6月16日ですよね。うわ、白なんか結構珍しい。あのね、すごい鮮やかな綺麗な白ですね。でこれなんか白なんだけど、真ん中が紫っぽい感じ、めっちゃ綺麗。これ手のひらぐらいありますよ、めっちゃでかい。やっぱりでもアヤメといえば紫みたいなところがあるから、まあ、この辺なんかも本当になんかいい、ちょうど満開な感じ、めちゃくちゃ綺麗。これが結構ポピュラーな感じじゃないですか。ほら本当にめっちゃいい時期じゃないですか。これ一番綺麗に咲いてるような時のタイミングね、来れましたね。6月のね23日までお祭りやってるみたいですよ。ある程度咲いてるんじゃないかな、ね、すごい綺麗。ほらすごい綺麗ですね。かなり種類がある。何種類ぐらいねあるのかちょっと分かんないけど、10種類以上は多分あると思いますね。黄色なんかもあるし、みんな全部がアヤメっていうのか、名前がついてるのかとかはね、ちょっと具体的なことは全然わからないんだけど、あのパンフレットとかそういうのもね、ちょっと置いてなさそう。どっかにあるのかもしれないですけどね。ああ、まあでもすごく綺麗なね、紫が多くて、でも黄色めっちゃ多いね。昔もっとなんか紫ばっかりだったようなイメージがあるけど、でもまあ黄色も多い。この辺とかまだこれからですね。だからまああと 1、2週間ぐらいはね、あのアヤメ自体全然楽しめると思いますよ。すごい綺麗。すっごい上の方までありますね。ちょっと行ってみますね。うわー綺麗だね。まあ、このちょっと薄い紫なんかは結構俺好きかな。一般的なのはその濃い紫のやつだと思うんですけど、ね、ちょっとあれどこまであるんだろう。相当上の方までありますよあれ。ね、まあ一応ね、もう端までは行ってね、行って全部見ようと思ってます。こう端からこの左側から行って右側から降りてこようかなって思ってます。ね。大阿蘇、大阿蘇って読むのかなこれ。ほらこの辺みんな大阿蘇っていう種類みたいですよ。ね、長井清流、青葉川、小野の小町、長良川、ね、名前がついてますね。ちょっと覚えられないかもしれないですけど、ね、すごい綺麗。ここら辺はね、荒磯だとか京古蘇で長井光塾、光塾っていうのかな、ね、名前がねみんな書いてありますね。紅千両とかね、この区別が、ごめん、区別が、ま、全然、よく見ると中が黄色で、こっちの長井光塾っていうのかわかんないけど中が白、微妙に違うみたいですね。ね、この金剛山、あ、向こう奥にもと手前とまた違うみたいですね。これまたちょっと特殊なタイプ。あの白いやつがでかくなるし、すごい綺麗だし、ね、これはねタツノっていうのかな、それぞれ名前がついてる。同じタツノだけど、これタツノ、あ、違うのかな、あ、奥とまた手前とね、ね、
鶴のけごろも分かんないけど、うん、それぞれ名前がありますね、ありますね。めっちゃ綺麗。はい、とうとうねこの黄色に近づいてきましたよ。黄色、これってちょっとやっぱ珍しいね。うわーすごい綺麗。これそのまま黄金、黄金みたいですよ。綺麗だね。でもね黄色も、あそこが一番端かもしれないですね。もう結構登ってきた感じ。ここねちょっと坂になってますよね。山に向かって歩いてる感じではありますね。まだまだつぼみのやつもたくさんあるんで、まだまだこれからあの見頃が来るやつもいっぱいあるんでね、ぜひね柴田いじみの公園ねご覧になってみてはいかがでしょうかね。すごい綺麗ですよ。これはぬかたの大きみね。まあほぼ違いはね、ほぼはやっぱり素人の僕が見てもわからないんだけど、でも、まあ、世界の海だとかね平成なんていう名前のものもあって、まあちょっとね区別はなかなか難しい感じだけども、ちょっとこれはね向こうを向いてるから、この白いやつもね名前がついてるみたいだけど、向こう側行ってみると名前があるみたい。これがね端っこですね、一番山側ですね。登り切った感じですね。ここが最後っぽいけど、みんな名前がついてて、ピンクフロストなんていう名前もね、ピンクのやつ可愛いですね。これかなり綺麗ですね。これピンクフロストっていうみたいですよ。あーすごい。まだまだ山の方に向かってはね道があるけど、まあこのあやめはここで終わりみたいですね。まあ今日はね上の方にはあえて、これの先は行かないけれども、なんかねまだ道がありますね。うわこの辺とかまだ咲いてないのか終わったのか。これ スティップルドリップルスとかね、これなかなか残月とかね咲いてないけど、雪ツバメですね。これ白いやつ、雪ツバメっていうみたいですよ。めっちゃ綺麗。さっきの写ってなかったかな、あの横文字がね長くね書いてあったりする感じですね。はい、長井三子水明、これも綺麗ですね。これはねさっきの黄金とほぼほとんど区別がつかないんだけど、はい、これは金星っていう名前がついてますね。ルリオウギとかこれから咲くやつですね。これはこれでまたね黄色が濃いやつ、堺の黄金、飛びウサギなんかも綺麗ですね。それぞれみんなねまあ微妙に違ったりするんでしょうね。名前がねもういっぱいありすぎて、この列が連閣ではなくて、その後ろとかともう名前が違う。だからもう相当名前がたくさんありますね。はい、これは夢の羽衣、これもすごい綺麗だね。花びらがちょっと小さい感じがするけどね、綺麗ですね。これはね品種の数に関してはチューリップどころじゃないね。名前の数ね、多分ほとんど見分けがつかないものもたくさんあると思う、ね、信用の輝きだとか、これなんか自由につけてんのかなもしかしてそんな感じぐらい、ちょっとねさすがに名前これ多すぎやしないかな。これ和風、長井清流とかね、老風、北洋で奥の方も違う名前ね、ピンクロスフロスはさっきのやつだね。で白いやつもね、さっきはなんだっけ名前忘れたけど、今度は白サンゴですね。サホとかね、ではの水月、白鳥、アワセンニョ、あこれ映ってなかった、あほら名前がちょっとすごい数ですね。でこっちも左右にね、とにかく何万本っていう感じでしょうね、おそらくね。めちゃくちゃ綺麗ですよ。まあ、このね長い小紫、これ辺がやっぱりもういかにもあやめらしいあやめって感じがしますね。この紫、いい紫ですよね。僕紫割と好きなんでね、とても綺麗です。黄色がやっぱりこうやってね全体通して見ると黄色が目立つ感じはあるけど、すごくいいですね。広いですよ。こちらもねさっきの黄金とか金星とかと、まあ、ほぼほぼ区別がつかないけど、はい、こちら名前は金柑ですね。紅千両、江戸白縫い、ね、これなんかほらあやめらしい感じのね、乙女の姿だとかね、これは名前の量は本当に尋常じゃない量ですね。道の区、小金、支流の角、
雲間富士すごいね。萩小町、これ萩小町結構綺麗だね。なかなかこういう品種、荒磯すごい綺麗だよね。荒磯、あ、この列は本当にこの七夕から荒磯に向かっての色は僕は結構好きですね。すごい、このね、さっきだとほぼほぼ畜物わかんないけど、なにわ錦もねいい感じで綺麗ですね。この辺の真ん中の島はねあんまり咲いてないですね。とさっきのと似てるけど、野川の詐欺。いや結構見応えあるよ本当に。晴れた日に来ると最高ですね。こうやってね、今日いい天気ですね。なんかね、下の方でね、今日水曜日なんだけど、なんかしらなんか賑やかにイベントをやってる感じでもあったんで、そっちの方もね後で見てこようと思います。うわ綺麗、すごい量だね。いやいい時期に来れた、よかったなあ。やめいいですね、こんなの見るの。なんか本当に見応えあってすごくいいな。やっぱ俺疲れてんのかな、本当癒される感じがあるなあ。綺麗だね。金柑なんかはねさっきから何度も出てきたやつですね。境黄金なんかもさっき出てきたやつ、これ本当に黄色が濃くてね、すごい綺麗ですね。黄色もいいね。これは朝日丸ってやつですね。あやめらしい感じのあやめ。蓬莱なんてのもありますね。ここもね全部名前が違う、全部名前違いますよ。さっきまで出てこなかったね、野花勝負、ま、勝負っていうのもね、どうだったっけな、純彩儀行った時に黄色いこうね、さっきの黄金とか金貨みたいなやつが咲いてて、あれはね希勝部っていう感じの名前がついてたような気がするけど、勝部とあやめの違いがねいまいち俺もわからないけど似てるよね。これなんかほんとすごい綺麗ですね。すごい綺麗。はい、この辺の早瀬万里なんていうのもすごい綺麗ですね。いやすっごい良かったっすわね。そして最後にこうね前景です ね上の方はちょっとねこう曲がってるから見えないけど、こんな感じですよ。人は結構来てますね水曜日。今ね、今行ってきたこのメインのところなんだけど、こちら側左手に見ますと、またさらに上の方まであやめがね植わってるみたいですね。行ってみようかね。こっちのじゃあ一番上の方までもとね一応行ってみますね。はい、結構山に向かってまた歩かなきゃなんだけど、行ってみますね。はい、多分ねここが最も高いところですね。一番上だと思う。まだねなんとなく道は獣道みたいなのがあるんだけど、こうあやめはなさそうね。なかなかほら、森ですね。自然豊かなところでございます。はい、ワセハツカリはすごいね。これさっきまでなかったんじゃない。これめちゃくちゃ綺麗だよこれ。うわー、そして大きいね、すっごいでかい。花びらもでかいし、ね、これもみんなワセハツカリなんだけど、あの1個だけが濃いね、なぜか。あ、この辺も濃かったね。この辺も濃いみたいだね。結構色にばらつきがあったりするタイプみたい、ね。そしてこれさっきのワセハツカリとめっちゃ似てるけど、これはねモミジの宴っていうまた別の種類になりますね。まあ種類、別の種類っていう言い方が正しいのかちょっとわかんないけど、種類は同じなんじゃないかな。名付け親が違うんじゃない、わかんないけど名付け、名前が違うだけのような気もしないでもない。乙女綺麗ですね。行ってみようか。うわ、これもすごいピンクのね、このあやめ綺麗ですね。すごく綺麗ね。これまたなんか今までにないタイプじゃない、長い鷹の爪。これはこれで、これで咲き切ってんのかどうかちょっとわかんないけど、みんなこれだもんね。いやーね、こんな感じでございます。あれちょっとまた違うタイプ、雪煙。これまたほら全然違うタイプじゃないですか、これ。
花びらが多いよ、えらく。普通は3枚ぐらいだったりするのにね、大きいか小さいかで。これ花びらいっぱいついてますね。あ、これもちょっと花びらが多いかな。綺麗ですね、すごく。新宇宙というタイプですね。で、途中がね、ないですね。途中がない。なぜか咲かない感じ。わー、このね、ヘリにこう出てるの、これみんなわらびですよ、わらび。もう伸びきっちゃって食べらんないけど。ね、わらびが出るんだね、ここね。もう終わっちゃってるけど。この咲いてない畑はね、みんな同じ名前ですね。釜山勝負っていうね、あやめじゃないのかな、これ咲き終わったのか、もうこれからなのか、ちょっと、あ、終わったんだね、多分ね。勝負とかあやめ、やっぱりちょっと違うんだろうね。その下もそう、みんななんかもう終わった感じのものですね。あれも勝負なんだろうな、多分、わかんないけど。最後にね、これ一番最初にこう登ってきてね、最初に見えるこうたどり着いたところのね、あやめ、これをね一番最後に見て、下に下っていこうかなと思います。まあもう種類はね、大体もう上で見たやつと同じものだと思うけど、まあとっても綺麗ですね。いい時期です。はい、いかがですか、あやめバックに。めっちゃ綺麗ですよ。そしてね、肌着とパーカー、一応ね制服中のやつ脱ぎました、暑いからね。ね、あんまあれでこううろちょろするのも嫌なんでね、こんな感じ。うわ、すっごい綺麗ですよ、本当に。いやー、見応えありますね、本当にね。いや、来てよかったですよ、本当に。めちゃくちゃいい時期でしたね、6月16日。はい、それからね、あのイベント会場の方もちらっと見てこようと思います。ここはね、大小宴会、ご宿泊、お食事、旅館真姿っていうね、旅館があるみたいですね。この本のあの湖のほとりに、こうでかいですよね、結構ね。そしてなんか釣りしてるおじさんがいるんだよね。何釣れんだろうね。なんか釣れるんだね。ちょっと見ててみようか。広い。しばらく見てたけど、何も釣れません。何釣れるんだろうね。聞いてみたかったんだけど、おじさん二人で喋ってるからね、入っていけなかった。魚かと思ったらでっかいオタマジャクシだね、あれね。でかい、すごいでかいオタマジャクシ。はい、そしてあの丘の上でね、なんかイベント会場みたいになってテント張ってるんですよね。なんか野球場かなんかあんのかな。なんか照明がありますよね。行ってみよう。あー、でかい、なんか陸上競技場だね。イベントじゃなかった、陸上競技大会やってるみたい。いや、全然、なんかなんだろう、高校生とかかな。わ、すごい立派なグラウンドがあるのね。陸上競技場ですね。なんか高校生の陸上競技大会やってますね。水曜日なんだけどね。あ、まあ別に平日にやるか。はい、陸上競技大会でしたね。まあこんな感じでね、その陸上競技場がこんなお堀みたいな感じのね、中にある感じでね、作る、こういう作りになってますね。とにかくこのいじめる公園自体はめちゃくちゃ広い、広いですね。まあ遊具があり、ね、あやめんがあり、もっと山の方もね、もっといろんなものがあるみたい。そしてまあちょっとあんまり陸上競技大会の方ね、近づくと良くないと思うんで、もう向こうの方までね、公園自体は繋がってますね、どうやらね。こういった感じでございます。すごい広い。はい、そういった感じでですね、今日はいじみの公園ね、柴田ですね、新潟県柴田市ですね、城下町、来てみましたよ。はい、仕事中だけど、まあこんな感じでですね、なかなかあやめ祭りといってもね、こうまあ多分ね、コロナとか関係なかったら、出店とかね、多分いっぱい出ると思うんですよ、多分。なんか前はそんな感じであったような気がするんだけど、今日はね、ちょっと風が入っちゃってるかな。はい。特に出店とか、まあ、ポップ焼きが一軒出てたけど、あとはなかったですね。なかなかでも、楽しかったです。こんな感じでですね。はい。嫌だけど仕事に戻ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。